こんにちは、エリオットゆかりです。じゃがいもをすりおろします。手まですりおろしそう。すり上がったじゃがいもをボウルに入れます。で、このネギを入れます。片栗粉を入れます。そして混ぜます。結構パーティーで出しても人気。あ、そうだね。こういう食感ってあんまりないでしょう。フライパンを熱してサラダオイルを入れます。中火でじゃがいもを焼いていきます。焼いてから円形に形を整えていってください。早く焼き上げるには薄めがおすすめです。今日はこうやって大きく一つに焼いてますけども、一口サイズで焼き上げるとパーティーには向いてると思います。どのくらい焼くの？だいたい勘なんだけども、最初はちょっと置いといて、こうフライパン揺すってくるとちょっと固まってたらこんな感じで揺れてくるから、それまでまず待ってもらって、結構そんなの醤油とか入ってないから焦げ目はそんなすぐにつかないのね。だからこのままちょっと置いといてもらって、はい、でこれもしやれたら何回かひっくり返してもいいので、そろそろちょっと、はい、ひっくり返すのに大丈夫そうだなって自信がついたらひっくり返してください。怖いな、ちょっと自信ない。じゃあ一気にいきます。できた。イエス。はい、あとはこの調子でもう一回焼いてもらって、でカリカリがもっと好きだなっていう場合はもう一回ひっくり返してもらってもいいし、でも一回ひっくり返したらもう安心。安心。うん。焼いてる間にソースの紹介をします。ポン酢、砂糖、ごま油、すりごま、にんにくが入っています。焼き上がったので盛り付けます。いい感じに焼き上がりました。もちもちした感じで美味しそう。切ります。そう、チヂミっぽい、チヂミ意識してるし、それで、これでもお餅みたいな食感なのね。うん、なんとも言えず美味しいです。ちょっと食べてみる、最初に。うん、美味しい。泣けるぐらい美味しい。はい、食べる？うん、食べる、うん、びっくりするよ、美味しくて。タレにつけてね。熱いの？熱いけど。もう熱い、うん、熱い。頑張ってるね。たっぷりつけて、はい。うん、口直しにぴったりのアイスクリームを紹介します。バニラアイスをすくいます。パラテにきな粉を加えます。そしてグリーンの綺麗な抹茶、こちらも振りかけます。これだけだと表面が粉っぽいので、メープルシロップを少し加えてください。そしてカラフルなこちらのチョコレートをコーティングしてあるものですけれども、やってもらって、このヤミーという美味しいという旗を上に乗せてできました。じゃあ早速食べてみます。うん。今日はじゃがいもとネギのもちもち焼きとお口直しにアイスクリームを紹介しました。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。